ラジオ高等時刻は10時になりました。みんなで作る伝統未来水彩都市高等ラジオ高等、この番組は区政情報、さまざまな街の話題をお伝えします。こんにちは、望月香織です。本日は新型コロナワクチン3回目接種前倒し、まん延防止等重点措置適用中、その苦しみ DV かもしれません、一人で悩まず相談を、江東区明るい選挙推進委員募集、バリアフリー化により誰もが利用できる施設に、住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金、生き生き体操だよ全員集合、開館15周年記念エコックル祭りについてお伝えします。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りします。まずはじめは新型コロナワクチン3回目接種を前倒しについてお伝えします。新型コロナワクチンの3回目接種までの間隔を、高齢者は2回目接種から6ヶ月、一般の方は7ヶ月にそれぞれ前倒しすることが国から示されました。これを受けて区では順次発送することとしていた令和3年7月4日から7月31日に2回目接種した方の接種券を1月24日月曜に前倒しして発送します。接種券の到着後、前倒しの接種予約も可能となりますので、最新の情報など詳細は区ホームページでご確認ください。続きまして、まん延防止等重点措置適用中についてです。現在東京都では新型コロナウイルス感染症対策によりまん延防止等重点措置が適用されています。そのためご案内するイベントなどは中止または内容が変更される可能性がありますので、最新の情報はホームページなどでご確認ください。またマスクの着用や手洗いなどの感染対策の継続をお願いします。続いてはその苦しみ DV かもしれません、一人で悩まず相談を。 DV ドメスティックバイオレンスとは、配偶者や恋人、パートナーからの暴力のことです。決して珍しい話や特別なことではありません。内閣府の調査では、およそ4人に1人が配偶者から暴力を受けたことがあるという結果が出ています。この調査では、被害を受けた女性のおよそ4割、男性のおよそ6割はどこにも相談していないということも分かっています。相談するほどのことではないから、自分にも悪いことがあるから、殴られたわけではないから、もう少し我慢できるかもと感じても、一人で抱えるのではなく専門機関に相談してください。暴力といっても様々な形態があります。被害者は暴力により怪我などの身体的な影響だけでなく、心身の不調や自己肯定感の低下、 PTSD 心的外傷後ストレス障害などの精神的な影響を受けることもあります。また18歳未満の子どもの目の前での暴力は面前 DV と言い、子どもへの心理的虐待にあたります。
区報1月21日号1面には、江東区の相談窓口として、女性の悩みと DV ホットライン、男性 DV 電話相談など、さまざまな相談窓口の受付時間や電話番号を掲載しています。続いては江東区明るい選挙推進委員募集についてお伝えします。明るい選挙推進委員とは、投票率の向上を図り、公平で不正のない明るく正しい選挙を実現するため、ボランティアで選挙の啓発活動に取り組んでいる方々です。4月から活動を始める推進委員を募集します。主な活動内容は、政治、選挙への関心を高めるための話し合い活動、選挙時の街頭啓発など、期日前投票所の投票管理者立ち会い人です。任期は4月1日金曜から令和6年3月31日日曜の2年間。応募対象は、条件を満たす方15人程度。地域のバランスを考慮し選考します。条件や応募方法などの詳細は、区報1月21日号2面をご覧ください。続きまして、バリアフリー化により誰もが利用できる施設に、区では不特定多数が利用する店舗や診療所などでバリアフリー改修工事を行う際、工事費の一部を助成する優しい街づくり施設整備助成を実施しています。助成対象となる改修工事は、車椅子を利用している方や高齢者の方なども利用しやすくなるよう、狭隘な出入り口の改修、スロープや手すりの設置、トイレの様式化などです。工事前に申請が必要ですので、事前にご相談ください。区役所2階高等情報ステーション、豊洲特別出張所、各出張所などで案内チラシを配布しています。詳細は区報1月21日号2面をご覧ください。続いては、住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金についてです。新型コロナウイルスの影響が長期化する中で、さまざまな困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯などに対して臨時特別給付金事業を実施します。1月28日金曜以降に、区から対象世帯の世帯主に申請書を発送します。この申請書に記入し、郵送で提出することで給付されます。1月31日月曜から申請を受け付けます。詳細は区報1月21日号5面をご覧ください。なお、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯に対しての給付については、現在調整中です。手続きの詳細が決まり次第、区報、区ホームページなどでお知らせします。続いては、生き生き体操だよ全員集合。江東区オリジナルの介護予防体操を覚えて、
一緒に楽しく脳と体を動かしませんか？体操の動画は区ホームページで公開しています。また長寿サポートセンターでは体操の DVD の貸し出しや体操のやり方をご紹介したチラシを配布していますのでご覧ください。対象は60歳以上の区民の方、先着順。福祉会館の利用は登録が必要です。住所、生年月日が確認できるものをお持ちの上、当日直接会場へお越しください。開催日時と会場などについての詳細は区報1月21日号4面をご覧ください。最後は開館15周年記念エコックル祭りについてです。平成19年2月に開館した環境学習情報館エコックル高等で開館15周年記念のイベントを開催します。クイズラリーや深川江戸資料館による出張展示、工作教室のほか、食品ロス削減のため家庭で余っている食品を持ち寄り子ども食堂などに提供するフードドライブと食用油の回収を行います。この機会に身近な環境問題に取り組んでみませんか？日程は2月11日金曜祝日から27日日曜。場所はエコックル高等。費用は無料です。一部事前の申し込みが必要なものもあります。イベント内容や参加方法などの詳細は区報1月21日号8面をご覧ください。みんなで作る伝統未来水彩都市高等、区政情報、さまざまな街の話題をお伝えしますラジオ高等。そろそろお別れの時間です。今後もどうぞお楽しみに。本日もお聞きいただきありがとうございました。ラジオ高等では皆さんからのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。宛先は E メールの方は info@885fm.jp info@885fm.jp、 ファックスの方は03-5634-0792 5634-0792。 あなたからのメッセージお待ちしています。お相手は望月香織でした。ラジオ高等。この番組は江東区の制作でお送りしました。